皆さん、こんばんは、マーティンダーメンコレキンダです。プロ野球、一足早く順位予想したいと思います。私が一足早く。オープン戦はすでに始まって、巨人圧勝に見えますが、ただ順位予想します。セリーグは1位、阪神、2位、ヤクルト。3位は、おそらく、中日だと思う。4位、広島、5位、横浜。6位、巨人。巨人最下位の理由を言います、正直。超、打線はいいけど、投手が問題と。超の言えるから、巨人は負けちゃうんだよ。超の。やっぱり超の引退した方がいいだと思います。妥当です。 パリーグは、1位はまあ、正直考えたらオリックスかな。2位ロッテ。3位がに、えー、意外とし、意外かもしれませんが、日ハム。日ハムが3位の理由。投手はいい。あとは打線がどうなるか。4位が、えぇ、ー、セーブ。5位ソフトバンク。6位楽天。まあ、楽天は多分最下位だと予想します。やはり、今井新監督の手腕がちょっと問題でございます。 どちらも巨人最下位はやっぱり新監督の手腕ですね。安倍晋之助、やっぱり昭和野球のカラーがあるからね。はい。以上です。バイバイ。